おっさんハイボールクラブへようこそ。今回はですね、2周年記念生ライブ配信ということでですね、そうですね、長い2周年、まあ、店舗構えて1年半なんですけれども、皆様のおかげでなんとかここまで来ることができました。ありがとうございます。早速なんですけれども、こちら、マルスウイスキーのヒナルでございます。こちらはですね、我々の視聴者のタクボンさんからですね、ご提供いただいた品になります。今日はですね、こちらを飲みながら少し皆様と秋の夜長を楽しみたいと思う次第です。では、今日も一日お疲れ様でした。そして2周年ありがとうございます。3周年に向けて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは乾杯。ケトロさん、リカマウエダ選手言ってましたが、試飲できるシステムはいいですね。そう、やっぱりそうですよね。あのシステムがあるおかげで僕ら消費者は安心してそのフルボトルに手を出すことができるので、そういう意味ではありですね。サークルケンサングスは今はもうそうですね、もうすっかり、どこへやらっていうかファミマに吸収されてしまって、でもね、カーナビとかだとね、いまだにサークル系サックスのマーク出てくるんですよ。なんか、栄枯盛衰というか、なんか、物悲しいものを感じますよね。はい。というわけで、日課、ジンスパイアに移りたいと思います。こちらですね。こっちは山椒の匂わさないね。香り立ちはね、落ち着いた感じです。ああ、しっかりなんか、ちょっとね、スモーキー感を足したジンって感じですね。シンガル酒屋ダメだよ、死んでない島だよ、そうですね、広島死んでないっていう、いや面白い、最新さん、さすが死んでない、生きてる、大丈夫、生きてるで、割と酔っ払ってきたわけなんですけれども、2周年ね、そう、ちょっとね、告知でも一切してなかったんですけども、押し入れの奥でずっと眠ってたこいつでございます。私にとってはゾーンが許しにさせてもらって感じで、ありがとうございます。そう言っていただけるとね、ありがたいですね。告知でも一切してなかったんです。このもう動画にするのもどうかなって思ってた、半年ぐらい、ずっと当店のお尻に眠ってた福袋でございます。生開封とかね、あえてその大げさにしない方がいいかなと思って、今回あえて隠してたんですけど、もう半年ぐらいうちの倉庫に置いてあったものなんで、これが何が当たるのかっていうのもちょっとよく個人的には分かってないですよね。大当たりは一応山崎12年とはなってます。ちょっと今回サプライズということで2年目で、記念福袋やったんですけど、こういうちょっとね、生配信ということで、もう幸い契約してるんで、アイボールのみんながよく見させてもらいます。ぜひぜひ。これを、とりあえずその、まあサプライズということで、今回この、何が出るかわかんない。そもそも、一等っていうか、山崎十二年が何が入ってるかもわからない福袋なんで、ちょっとね、まあ、ゆるく期待していただければなと思います。今日のナンバー。百貨店を数軒回ったんですが、大丸一郎黒箱が定価7700円でスーパーありました。期待した高島屋、宮城京くらいしかなく、いまいち。いや、一郎の黒箱あったらいいでしょう。一郎の黒箱あったら。そうです。そう、一郎の黒箱定価ってすごいですよね。さくらさん、気持ち的に赤字屋の生が聞こえるのが楽しみですね。そう、何が入ってるのかわかんないですからね。赤字になる前提で話してます。はい、赤字になる前提で話していただいて、すごくありがたいですね。そうよね、一郎黒って、あ、ケトロさん、ロッホローモンドカーマハガン、そう、そういう声もっとちょうだいっていう、ロッホローモンドカーマハガンを、お前らの期待を裏切ってやるからなっていう、そう、みんな何が出ると思いますかっていう、そう、こいつね、何が出ると思いますか、ぜひぜひ、みんなね、ケトロさんはロッホローモンドカーマハガンなんですよね。じゃあ、これ何が当たるのかっていうところですよ。持った感じでも、だから分かんないです。税抜き3980円でした。そうですね。これ税抜き3キュッパーのやつですね。黒はすごいと思いますから、あれですけど、困ってますけど。とりあえずこれ何が当たればいいのかっていうところですけど、何が当たるんでしょうね。でも、手応え的にはよく分かんないんだよ。福袋熟練者ほど中身が見える。そうですね。ロッホロッホにしときますか。いや、ロッホ、ロッホって、ていうかね、
ロッホいうまいんだよ、ロッホ。ロッホうまいんだよ。でも、アマハガン、アマハ、パパテクさんはアマハガン。で、ダンサーさんはグレッカだもん。おぉ、いいね、いいね、こう。細長かったらやばいですね。そうですね、かぶりだけはそうですね。かぶりだけは本当に勘弁してほしい。何が入ってるかでも分かんないですよね。いやもうね、ここでちょっとサプライズで2周年サプライズ、そうです、福袋ということで、ちょっとカバラ違うんですよ。カバラね、すでにダブってるんですよ。カバラのエディション2ね、ダブってるんですよ。で1も持ってるんですよ。だからカバラは避けたい、カバラは避けたい。ヨッコロモンドは今のところ12、クラシック18、ジオープンでインチも、この辺りがあるんですよね。だからそれじゃなかったら OK。 そう、ロホロモンドはね、外れ枠されてるけどうまいんですよ。だからそこなんですよね、そこ大事なんですよ。だから例えばワイルドメイさん、あのカバランはないっす、カバランはってやめてください。あのカバランはどの道ダブるんで、カバランじゃなければいい。オマーもね、バーボンタイプはすでにあの持ってるんで、シェリータイプがいいです。オマーはシェリータイプがいい。そうなので、そこですよね。じゃあとりあえずね、切っていきましょうか。まあ見ての通りですね、こういう形でしっかりと原稿にされております。で、あのインチ一切なしで、しかもまあ半年ぐらいあの眠ってるもんなんで、何が出るか分かんないんで、そこだけねご注意いただければというところで、では、実際に入れていきます。はい、開きました。皆様開きましたよ。さあロッとか言うな、ロッとかロッとか言うな。髪きましたよ、髪きましたよ、髪。結構長いですね。おお、なんか割とボリューム感のある髪みたいですよね、これ。これ、期待しいじゃない感じありますよね。ねえ、髪、カバとか言うな、カバとか言うな、カバとかロッとか言うな。いや、緊張の一瞬ですよ。あ、そう。あの、これなんて読んだらいいんだ、青いワオさん。まさかのジャパニーズを、国産があればうちの店で使えるんですよ。そう、多分アイウェイウォーさんですね。あ、アイウェイウォーさんですね。アイウェイウォーさん、厚い髪ということは、さあどうかな、アイウェイウォーさん、まさかのジャパニーズ。そう、もうね、ジャパニーズ引いてやりますよ。見てくださいよ、こうね、もう絶対ジャパニーズ引いてやりますよ。さあどうか、ロッとか言うな。え、響き、響きだったらどれだけいいか。ロッとか、ロッとかカバとかもう言うのやめろっていう。もうロッとかもう、ロッとか言わないでください。アカシ、そっちか。ありえそうですね。そっちか。激圧展開ですよね、アイダモモさんね。アカシの、さあ、みんな、ハズレを期待してるのが空気感的に見えてくるな。いや、お前らのその希望を全て打ち砕いてやるよっていうところで、行きますか。ちょっと手突っ込んでますね。あれ箱じゃないよ。裸ですか。裸だよ。あ、じゃあ結構な確率で国産ですね。え、国産じゃないのこれ。裸だよ。当たり？え？当たり？箱じゃない。筒でもない。え、これ来たんじゃない？10年目は大体やめろ。やめろ、そういうこと言うのに。いや、そもそも、10年目は外れじゃないからなっていう。10年目は、しかも、リカマンには入ってないからなっていう。え？裸？筒でも箱でもないよ。ということは？え？あれ？お？なんだこれ？プチプチだけできて、出てきた。宮城京。なんだこれ？あ、ネックのとこに巻いてあったんだ。いやー、とりあえず行きますか。とりあえずちょっと。もう一回これを入れて、入れる必要はないですけど、なんで入れたのか分かんないですけど、今までにない赤しやんかやめて、ちょっと、いやいや、それはない、やめて、神会行きたい。赤しか、いや、とりあえずね、何が出るんだろう、何入ってるんだろうね。とりあえず2周年を華々しくいただけるというか、彩るというかね。2周年の動画は2度でしたもんね。あ、そう、2周年の動画ひどかったよね。特賞、山崎12年。いけるかね。え、これとりあえず山崎12年。じゃあ、いきますか。あ、チタですね。あ、チタの可能性もあるのか。
2周年に影が差すからもうやめよう。いやもうちょっと本当ね、いや緊張してきましたね。今後裏の引きですね。いいの引けたらなんか褒めてあげてください。3、2、あ、ちなみにね、出る響きって言ってるんですけど、絶対これ響きじゃない、響きじゃないんだよ、響きじゃないんだよ、響きじゃない、絶対響きじゃない、響きじゃない。カバラは貴重やね。そう、カバラ貴重なんですよ。そう、カバラね、先日動画撮ったんでね、美味しかったですよ。カバラ貴重なんですけど、行きましょうか。そろそろここまで引っ張るのもあれなんで、行きましょうか。では 3、2、1、 どうぞ。え、あ、でもすごい山崎じゃないですか。ありがとうございます。おお、意外それは山崎へね。おお、いや、そうです。まあまあな黒字やんですね。まあまあな黒字やんですね。定価で500円ぐらい。ふざけんな。定価で500円とか言うな。ねえ、ほら、皆さんね、ええやん、ええですやんっていう、ほら、NA でも山崎、そう、当たり、そう。ねえ、当たりですよね。なんか、2周年、なんか、いい気分で迎えられますよね。そう、割と皆さん、ありがとうございます。当たりやんです、そう。なんか、気分よく、なんか、2年目迎えますよね。あの、気持ち的にトントンやんなのかな。いや、13期ぐらい、普通に当たりっち。ありがとうございます。あいうえおさん。そう。いや、気持ち的にトントンやんじゃないですよ。全然当たりっすよ。なんなら、山崎ですからね。見てください、これ。ほら、めっちゃ山崎。めっちゃ山崎ですよ。やった。3年目の福袋のハードルが上がったな。最近山崎フォーカスしまくった回がありましたね。幸せや少しぐらいちょうどいい。割と皆さん、こう、辛辣なコメントありがとうございます。まあ、お店で使えるのが一番ですね。そう、やっぱりね、お店で使えるのが一番。やった、山崎、半年ぐらいほったらかしてたものに、こんな服が混じってるとは思わなかったですね。来年は12年ですね。そうですね。でも山崎ですよ、山崎。これで喜ばなくてどうします。すごくないですか。フルボトルにも水ならスティックの色という紙をつけてしまう。フルボトルに水ならはなかなか勇気がいるな。いや、やっ、嬉しい。多分ね、プライベートならその辺ゴロゴロ転げ回ってるぐらいには嬉しいな。いや、ありがとうございます。皆さんのおかげで山崎のオレンジが引けました。はい、素直に良かったですね。ありがとうございます。ケトロさん、3年目頑張りますので、ぜひとも引き続きよろしくお願いいたします。来年に向けて100万円ぐらいの福袋を買って寝かしますか。いや、寝かすことが目的じゃないですよ。寝かしてから当たるわけでもないし、たまたまほったらかしてた中にこれが入ってただけっていう感じもあって、新しく福袋熟成企画を定期的に開催してもいいかも。その福袋を買っておいとくみたいな。何なんですか、熟成してもその中で中身は変わんねえからなっていう、そのね、ね、福袋熟成企画。ひょっとしたらあれかね、半年ぐらい寝かしたら山崎に化けたりするのかなみたいなとこありますよね。とりあえず、その、今後多分年末年始とかに福袋がその発売されるっていう話は聞いてるので、そういうのはまたチャレンジしていきたいな。年末年始はだから福袋やりたいなとは思ってるんですよね。で、やっぱりそのね、そこでまあ僕が、本当に皆さん期待してるのね、あれでしょ？赤字案ってやつでしょ？はい、もう聞いてありますよ、赤字ですよっていうのを聞く準備はできてるんですよ。でもたまにはね、いい思いさせていただいてもいいと思うんですよね。まあでもなんとかね、ロとかね、なので皆さんの期待を裏切る形で山崎ノーエイジを引き当てることができました。というわけで、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。そろそろですね、ちょっと時間も時間ですので締めていきたいなと思うところなんですけれども、よかったよね。なんかもうちょっとあれだかなと思ったけど、なんかよかったな。2020年なんか気持ちいい形で迎えることができて、本当ほっとしております。皆様のおかげでこういった形でですね、次の3年目に向けて新たなスタートが切れるなと思っている次第です。で、最近オープニング変わったんですけども、オープニングはですね、京都精華大学の大学1年生の方に作っていただいたものでですね、アイキャッチもですね、その子たちが制作したものになりますのでですね、そこもですね、含めて皆さんに見ていただければなと思います。彼らの頑張りが、我々のオープニングになってますので、そこも注目していただければなと思う次第です。
概要欄に URL を貼っていただけるそうなので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っております。まだまだ仕方なさな点、勉強不足な点、数多くございますが、温かく見守っていただければなと思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。